You're listening to Shibuya Cross FM。 2019年1月11日金曜日、夜8時を回りました。皆さんこんばんは、水原ゆきです。今夜も始まりました、水原ゆきのみなラジオ。というか今夜もというか今年もですね。はい、というわけで、今年もみなラジオをよろしくお願いします。お願いします。はい、そんなわけでですね、11日なんですけども、新年一発目のみなラジオになります。そうですね、皆さん年末年始いかがお過ごしでしたでしょうか。私はですね、ここ数年の中で一番ゆったりとまったりとたっぷりと一番お正月らしいお正月を過ごしたんじゃないかなって思うんですけど、皆さんどうですか？どうでした？首をかしげてたり、うんうんって笑ってたりする人もいるんですけども、そうですね、クリスマスとか、そうですね、12月はやっぱ舞台をやってることがここ何年かは多くて、で、舞台もやってたんですけど、12月の本当1週目の方で終わってしまって、であとは金曜日にここミナラジオでやっていて、あとは本当に撮影を数回やってたぐらいで、本当に今年の去年の12月はまったりと過ごさせていただきまして、あの SNS とかにもいろいろ写真載せたりとかしてたんですけど、あの友達のお家でお餅つきをやったりとか、あとうちでちょっとクリスマスパーティーをやったりとかもしたりとか、あとは年始は本当おじいちゃん家とかちょっと実家の方にも行ったりとね、して親戚の子とこう戯れたりとかして、もうだいぶゆったりとしたお正月を過ごさせていただきました。そしてですね、12月にちょっとお知らせしていた、私からの年賀状は届きましたでしょうか。届いた人、ああ一人あげてない方とあげてる方と、ありがとうございます。いやいやいや、本当にね、あの去年のお礼も込めての、ね、年賀状だったんですけども、あのイノシシを自分で描いたりとかして、ね、SNS にもちょっとイノシシの絵を上げたりとかしてたんですけども、ね、そしたらですね、なんと、いつもミナラジオにこうハガキをくれたりする人が、なんと年賀状もくれました、ね、ほらこんな感じで、はい、年賀状をくださいました。そんなわけでですね、ちょっと早速新年一発目のタイトルコールをしっかりとしたいと思います。それでは水原ゆきのみなラジオ、はい、ということでよろしくお願いします。そんなわけでですね、今日はちょっと多めにハガキ紹介の方をしたいと思います。それでは早速と、ペンネームをしんさん、しんさん来てくれてますね。はい、ありがとうございます。ゆきちゃん、明けましておめでとうございます。今年も毎週金曜のオンエア楽しみにしています。ところでこの番組にはすでに多くのゲストの方が来ていますが、舞台つながりのゲストが多いと思いきや多彩なジャンルの方々で驚いています。以前からそんなつながりがあったのでしょうか。これからの放送もどんなジャンルのゲストが来てどんなトークが繰り広げられるのか楽しみにしてますということですね。いや、そうなんですよ。私も最初このミナラジオ始めるって時にどんなゲストさん呼ぼうかなって考えた時に、まあ、これはもう事務所の人ともいろいろ話してどういうゲストさん呼んだらいいかなみたいな話をしていて、まあ、もちろんやっぱり知り合いが多いのはやっぱ舞台の共演者の人だったりするんですけども、まあ、やっぱりそれだけじゃちょっと偏るし、せっかくだったらいろんなジャンルの人呼びたいねって言って、これがですね、私が多分すごいいろんなところにこうホイホイ顔を出す癖がありましてまあそういうご飯会だったりとか、もうちょっと感激どっかに行った時に、まあなんか今日そのこの後ご飯行くよって時に、あ、じゃあちょっと顔出してみようみたいな、そういうので顔出したりとか、まああと友達の友達とか知り合いの知り合いだったりとか、まあ運よくこう紹介してくれる人がいたりとかで、まあ、結構そうですね、自分のつながりの中で
あのラジオ始まるから出てくんないって言ったらいいよみたいな心よく言ってくれる人がすごく多くて、こうホイホイゲストがねいろいろ決まっていて、まあ、去年の、まあ、もちろんそのミナラジオ自体がもう去年の、ね、年末から始まったんですけど、12月とかはもう本当にアーティストさんがもう3人本本吹いて決まって、で今年はですね今のところ考えてるのはその、まあ、去年年末はそのアーティストさんが多かったんですけど、まあ、芸人さんとかね、あと私ちょっとつながりでなんかそのフットサル日本代表の人とかもいたりするんですよいたりするんですよ、はい、なのでそういう人とかもゲストに呼んだりとか、まあ、もちろんあと事務所の人のつながりとかでなんかスポーツ選手とかもなんか名前ちょこちょこ上がったりとかしたりするので、まあ、そういう人とかもねいろいろ呼びつついろんなジャンルの話をできたらなって、そしたら私もねなんかあそうなんだってこと多分めっちゃいっぱいあるし、そういういろんな話できたらいいなって思って、ミナラジオはそういういろんなジャンルの人を呼べるような番組にできていけたらいいなって思います。ああ、一人駆けつけてきてくれました。ありがとうございます。こんばんは。あの、寒いんでね、ちゃんと防寒をしてね。はい。北海道張ってます？張ってます？張ってる人。え？誰も張ってないんですか？いやいやいや、寒いですよ。寒いですから、今風マジで流行ってますから。本当に、あの、来週もし来てくれるときには北海道をぜひ張ってください。ね。はい。ぜひ皆さんも来るときは張ってください。はい。そんなわけでですね、次に行きたいと思います。ペンネームトゥバンさん今更ですがミナラジオの解説おめでとうございます。ありがとうございます。また誕生日おめでとうございます。ありがとうございます去年の話ですね。週末の疲れた心にミナハラさんの優しい声が響くととても癒されます。え、嬉しい。ありがとうございます。癒されますありがとうございます。時にはスタジオにもお伺いしますので、これからも素敵な放送を聞かせてください。1月のそのそのも毎日チケットを予約したので今から楽しみにしています。え、嬉しい。今びっくりして何回も読んじゃった。あ、そうなんですね。トゥバンさんありがとうございます。いやいやいや嬉しいね。そうなんですよ。もう今はお稽古の真っ最中でして、舞台の今月の23日から始まるので、また、ね、番組の終わりには告知をしっかりと、ね、させていただくんですけども、そう今回短いんですよね。23日から26日と4日間だけで、まさかの日曜日がないっていうあの、ね、まあ、それはいろいろ劇場の関係とかもあったりするんですけども、ね、嬉しい。それにしても毎日来てくれるっていうね、いやいやありがとうございます。今回コメディなのでね、多分毎日来て毎公演毎公演いろいろなんかいろんな部分がきっとちょこちょこ変わっていくのか、はたまたガラッと変わっていくのか、めちゃめちゃ伸びたりするのか、ちょっとまだ稽古中でいろいろ未知なんですけども、もう本当きっと面白い作品になると思いますのでね、皆さんぜひ楽しみにしておいてください。ね、いやいや嬉しい。今年はイノシシ年ですからね。はい、それでは行きましょう。ペンネームロッシーさん、あ、ロッシーさんこんばんは。こんばんは。お誕生日おめでとうございます。私お誕生日12月なんだけどなお誕生日は12月14日でしたね。いやいやありがとうございます。これいつ届いたやつだろう。12月ですね。まあ読みましょう、今日はせっかくなので。はい、この1年で達成できた目標とできなかった目標を教えてください。また今日からの1年の目標は何ですか。あ、これ思いっきり誕生日の日に来てるやつですね。あれ今日いただいたので、あの今年来たやつかと思いきやね、しっかりとあのケーキの絵とかも描いてくださってます。見えるのかな、ね、だあのタイムのこととかね描いてくださってます。嬉しい。来年のそのそののチケットもう今年ですね取りました、ね、楽しく素晴らしいお芝居を見せてください。楽しみにしてます。ということで、ね、1年の目標は何ですかということなんですけども、そう、あの私のすごく単純なんですけど、もう本当に分かりやすい目標を立てまして、もう
本当すごくよく言われるんですけど、自分に自信を持ちなさいって私すごく言われるんですよ。すごく言われるの、本当にすごくよく言われるんで、自分に自信を持ちつつもう前向きに生きるっていう、もう素晴らしい目標を立てましたのでね、皆さんそこのところよろしくお願いします。いやいや大事ですよ、単純明快な分かりやすい目標は。はい、あとはねこちら年賀状になってます。本当ありがとうございます。いやいや今年イノシシ年ですけど、イノシシ年だって人います？お、いるいる。あ、そうなんですね。いやいや年男なんですか、なんか34、ん、見えない、あ、20 ちょっと全然鏡越しだったんでちょっと反射して見えませんでしたけども、はい、でちょっとさっきツイッターで書いたんですけども、ステッカーをどうのこうのって私書かせていただいたんですけども、私ですね、ミナクマっていう自分のキャラクターがいまして、水色のクマなんですけど、ね、それをミナハラのクマなんでミナクマってつけてるんですけども、それの LINE スタンプをちょっと発売させていただいておりまして、はい、なんとそちらのステッカーができました。 ありがとうございます、ありがとうございます。そう、こんな感じ、こんな感じなんですよ。見えます？こういう感じそう、ね、これがシールになっていて、ちょっといろんなところに貼れるんですけども、これをですね、なんで作ったかと言いますと、ミナラジオに、その公開ラジオだからって言って、皆さん渋谷いるんだったら来てくださいって私結構毎回言ってるんですけども、こう寒々しい中ね来てくれてる皆さんに、なんかお礼をしたいねって言って、そのなんか事務所の人たちと話してて、そうしたらステッカーをまさか作ってくださいまして、ね、そうなんですよ、そうなんですよ、ね、なのでだからこう毎回一種類ずつこう渡してって、そしたら集める楽しみもあるし、ありがとうを込めて渡せるし、ね、ちょっと話す場所もできるしということで作ってくれましたので、ラジオが終わった後にですね、まあ、ちょっとなんですけど、そんな時間取れないんですけど、このお渡し会的なのを、そちら の, 入り口入ったところの階段登ったところで、はい、ちょろっとやらせていただきますので、はい、もし時間がある方はこれをね、受け取りに来てください。と今のところ全部で11種類あるんですよ。なので集めていただければと思いますなぜか笑ってますけど、なこれは何笑いなんでしょうか。 どっちですか、多いよって意味、あ多いよっていう意味の笑いだそうです、今のやつはそう、いやでもあれですよ、LINE スタンプになってるやつのステッカーだから、で今回はもう今 LINE スタンプ自体が第3弾まで出てるんですけど、そう第3弾メインのステッカーなんで、そう第1弾第2弾の方のステッカーもできるかもしれないし、はたまた第4弾の方の LINE スタンプのステッカーができるかもしれないし、ね、そちらの方も集めて全種類コンプリートしていただければなって思います。はい、そんなわけでですね、今日はなんと初の試み、電話ゲストというのをやらせていただくんですけども、ちょっと SNS で告知をさせていただいたんですけども、なんとそのお電話の相手というのがウェイクアップガールズの吉岡真由ちゃんということなんです。いや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 、もう本当に楽しみ。いやなんか前回から出たい出たいって言ってくれてたんですけど、なかなかこうスケジュールが合わなくって、で私も結構そのメンバーの子みんな知ってるんですけど、その一応舞台でちょっと共演させてもらってたので、そのウェイクアップガールズが3月に解散しちゃうんですよね。そうなのでその解散ライブの告知も含めて、ラジオ行きたい行きたいって言ってくれてて、じゃあいつにしよっかっていう話をしてたんですけど、なかなかもうなかなか忙しくてね、ライブのリハとかいろいろあるみたいで、ちょっと予定が合わず、もういや電話だったらできるのになみたいなことをメイシーがポロって言って、あ待てよ、電話ゲストかやったことないなって言って、ちょっと確認してみるって言って、確認してみたところ、なんとこう双方 OK が出ましたので、はい、そちらの方がね今日実現することになりました。
はい、そんなわけでですね、早速今日1曲目先に紹介してしまいたいと思うんですけども、その吉岡真由ちゃんが所属しているユニットウェイクアップガールズのね曲なんですけど、これはそれこそ私と真由氏が仲良くなったきっかけのそのウェイクアップガールズっていう、まあ、アニメがそもそもあるんですけど、それの舞台化をした時に私が出演してたんですけど、その時に私も一緒に歌った極上スマイルっていう本当に本当に盛り上がれる曲がありますので、そちらをまず1曲目として聴いていただきたいと思います。それではウェイクアップガールズで極上スマイル。
大変長らくお待たせいたしました。ですね、いろいろトラブルが起きましてですね電話ゲストのはずだった吉岡舞ちゃんがなんと電話に出ないっていうまさかのアクシデントがいやいやいや、なんかちょっとあのいやいや、再三ちょっと連絡はしてたんですけど、あ、8時だったらいいよみたいな、大丈夫大丈夫って言ってくれてたんですけど、もうまさかのね、これですよ、この CD まで用意して初の電話ゲストだって言って喜んでたのに、もうね、いやいや、そんなね、なんかトラブルがあったんでしょうね、きっと。はい、電話に電話って散々ね、外で笑われましたけどいやいや、そんなわけでですね、あの、まさかの、私ここ入るときに、あの、そこでタロットをされてる方がいらっしゃいまして、なんか、あ、いいな、私もやってほしいなとか思いつつ、こう番組始まって、今このトラブル、電話のゲストが出ないっていうトラブルに見舞われてどうしようって言ってたら、まさかの、なんと出てくださるというね、はい、お願いします、ありがとうございます。こんな急遽、ほんとすいません。初めて会ったその日から恋の花咲くこともあるザ・キャプテンズのリーダー、バラから生まれたバラ王子、キーズヒコです。いやー、ありがとうございます。ピンチヒッターですよ。いや、本当にピンチヒッター。大丈夫、大丈夫、僕に任せて。もう一度 お名前をちゃんときちんとお伺いしても、はい、キズヒコと言います。キズヒコさん、キズヒコ、はい、キズヒコさんです。はい、どうぞよろしく。ありがとう、みんな。急にキズヒコさんファンがガラス越しにバラ色ですね、みんな。いや、本当にね、いやいや、もうありがとうございます、はい、ピンチヒッター。はい、いやいや、本当前の番組でもですね、はい、たくさん占いしたんですけど、やってみます。え、やりたいです。こんなもう、たじくね、今年めちゃめちゃ運いいんですよ。運いいんだね。いや、はい、運いいんですよ。いやいや、さらに良くするためにはいやってみましょうか。こんなね、 CD なんかしまっちゃって、はいはい、ではですね、左手で1枚引いていただいて、はい、1枚、はい、これが結果のカード、はい、そしてもう1枚左手で引いていただいて、対策のカードになります。はい、はい、何運にしましょうか。何運、はい、恋愛運、仕事運、健康運、いろいろありますよ。お仕事運がいいです。お仕事運、はい、やっぱりこういう喋り手の仕事なんですかね。わ、はい、かりました。具体的な悩みってありますか。具体的な悩み、うん、具体的な悩み、特になんか自分の好きだって思える楽しい仕事をしたい、はい、で恩返しがしたいっていう。なるほどです。はい、ではですね、まず結果のカード見てみます。はい、結果のカードはこちら。いいカードが出ました。あ、星のカード、星のカード、スターになれるよ君は。嘘、本当ですか。はい、若い人に受ける、流行に乗れるっていういいカードが出ています。はい、そして対策守ればさらに運気が上がりますよ。対策はこちらです。女強行というカードが出ました。これは、知識、スキルをさらに上げた方が良いっていうカードなんですね。だから音楽の知識かもしれないし、おしゃべりのスキルかもしれないし、はい、そういったものをこう蓄える時期だよっていうカードが出ています。ただ、概ねいいですね。はい、はい、やったー、ありがとうございます。うんうん、とても素敵だと思いますありがとうございます。やったー。おまじないもしときましょうね。はい、運気が上がるおまじないです。はい、あなたの人生バラ色に染まれ。染まった完璧に染まりましたね。染まりました。はい、いやいやいや、ありがたいです。はい、嬉しい。いやいやいや、本当私なんかあの今年電話番号を変えたんですよ。はい、はい、があの元旦の日に、うんうん、そう、なんかあの前までの携帯番号があんまり良くないって言われてて、良くない、はい、なんかそういう数字の占いみたいな。なるほど、はい、のそれは初耳です。そう、押してくれる人がいて、うんうん、たまたまで電話番号変えた方がいいよみたいな。へー、それで変えれるんだはい、で、あ、そして変えたら運気が上がったし、確かにタロットでもいいカードが出ています。やったー、うんうん、もう今年の私は今年はいい感じですね。はい、バラ色です。バラ色ですよ。はい、ありがとうございます。はい、いやいや、嬉しい嬉しい。で、もうこんな占いをしてくれている時にちょっと電話がかかってきたんですけど、はい、どうぞ、うん、かかってきてました。この場合どうしたらいいですかね。はい、はい、占いで、はい、
ね、ちょっとじゃあちょっと木津彦さんのことちょっと聞きたいと思います。あの私もちょっと興味持っちゃったので、はい、私の本業について、はい、どんどん聞いてください。でもいやなんこれはバンドなんですね、バンドなんですよ。木津彦はバンドのボーカルリーダーをやってまして、はい、ザ・キャプテンズというバンドをやっています。はい、はい、なるほど。そしてベスト版をリリースしたんですけど、はい、そのツアー中でツアーファイナルが2月17日、はい、2月17日に下北沢レッグというライブハウスでワンマンライブがあるんだよ。お、はい、ワンマンライブ、なるほど。ぜひ遊びにおいで。うわ、ありがとうございます。失神者が続出だよ行かせていただきます、はい、ぜひぜひ。いやいやいや、嬉しい、ありがとうございます。そう、なんかその木津彦さん、なんか YouTube があるんですか、はい、あ、MV が、はい、あ、なるほど。占いじゃないよ。あ、僕が歌っているんだよきちんとこの占い、はい、占いはなんでやってるんですか。占いはなぜだろうね、と特技としてってことですか。とってもこう自分に向いてたみたいで、もうすごく当たるって言われます。あ、そうなんですか。占いも月1で東京でイベントをやってるんだけど、はい、迷ったらおいで。行きます、はい、バラ色に染めてあげるよいやもう私本当占いとか大好きなんでね、いいカード出たしね。はい、いや本当にそのさっきのタロットください、あの私にカードあげられないよね、いやいや、そんなわけでじゃあ木津彦さんのそのね MV の方をねちょっとご紹介させていただきたいと思います。タイトルの方ははい、どの曲が出るのかな、どの曲が出るんですかね、どの曲が出るのかな、どの曲も自信があるんだよ。はい、どの曲ですかね。はい、では、聞いてください。ザ・キャプテンズでチックチックロマンチック。ロマンチックな恋の玉なら死ぬでもいい。チックチック、あ、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 君の視線は尖った針で。それでは木津彦さんのバンドのね MV を見ていただいたところで、あのなんとあの電話ゲストのはずだったあのまゆしがつながりましたいやいやいや、ありがとうございます。これは大丈夫かな、まゆし。はい、聞こえてます。これ聞こえてる、聞こえてる。あ、本当。いやいやいや、あの忙しいところすいません、ありがとうございます。こちらこそごめんなさい、大遅刻しましたねね、いやいや、なんかあのあんなしっかりしてるまゆしのことだから、なんかトラブったんだろうな、うん、みたいな。そう、今ね、そう、あの実は明日からツアーの大阪公演でリハーサルやってたんですけど、めちゃめちゃ忙しいじゃないですか
がっつり押しまして、ね、いやそうだよね、いやいやとんでもないとんでもない、よかったつながって、いやもうほんとよかった、いやいや焦った焦ったなんかごめんね、あ本当に全然全然、後であの正式に謝罪に行きますいやもうあのこの公開ラジオなのねこれ、うんうんうん、であのガラス越しにあのみんな笑ってます、うん、マジごめんなさい、いやいやいや全然全然ありがとうございます、あの生きてます生きてます、毎週生きてます、うん、ね、いやいや極上スマイルを1曲目に流させていただいたところなんですよ、わかりてそうそう分かってるね、えいやいやそこは流しますよ極上スマイルを、ね、ですよね、そう本当だったらねあの、うん、今日来れたらっていう話だったんだよね、そうそう、でも大阪、ね、なんですねえ、いや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 、そうだから今は大阪からの中継的な感じになっています、すみませんね、はいこちら吉岡です、大阪にいますってやつですねえ私も初めてなのよ電話ゲストが、あーそうなの、そうなの、初めてでバタバタしちゃってごめんね、いや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 、よかったですつながって、あのあーよかったね、あのおかげで私はタロット占いのね前のゲストさんの人が来てくださって、マジ、そうタロット占ってくれましたマジかそうでめっちゃいいカードが出たんですよね、ほんと、そう出ました、そう今年の私はね最強に運がいいので、マジか、そうなんですよ、ついてきますわね、えいやいやお願いしますよ、うんね、そんなわけであの毎週ちょっと40分までしか時間ないんだよね、ごめんまた戻んなきゃいけないの、いやもう忙しい大阪のリハでね忙しいから40分までちょっと毎週との会話を楽しみたいなと、ごめんね、いやいやとんでもないね、忙しいでも毎週、いや今ね怒涛ですからね、えいやでもまさかのねもう本当去年びっくりな解散っていうね、そうねえもうまさかのウェイクアップガールズ私も大好きなんですけど、うん、そう出てくれたしね、ねえそうそうそうなんですよね、うん、舞台で共演させてもらって、うん、そう、その話もねちょろっとさせてもらったんだけど、うんうんうん、3月8日にあるんだよね、そう埼玉スーパーアリーナでファイナルライブが、そうそう、いや埼玉スーパーアリーナですよ、いや、ね、本当にすごい、ありがとうございます、うん、いやみんなのおかげですよ、そうでも私結構そのマイシーのあのブログとかさ、うん、ね、うん、見たりしてるんだけど、うん、みんなが連れてってくれたみたいなもうね、うん、そう見てもうなんか感動しちゃってそう私が感動しちゃってちょっと、もういやいやいや、なんだろう、なんかその、まあ、いろんな人とも共演してきたけど、うん、なんだろう、やっぱりそのウェイクアップガールズっていうより、まあ、そのマユシも共演してるしそもそもね、うんうん、そうそう、だからなんか思い入れが多分強くなっちゃって勝手に、うん、そうで、そのウェイクアップガールズの曲ってもう本当にいいじゃんいいなんていうかもういいんですよ、 いい曲しかないっす、そうもういい曲しかないから、うん、もうどれ聴いても本当好きだし、そうだよね、そうでライブも何回か行かせてもらったけど、うんうんうん、もう本当になんか会場が全部一緒になるじゃん、うん、そうあの感じが本当にもう、まあ、私だけじゃなくてね、まあそのうん、ワグナーの人たち、そのファンの皆さんワグナーって言うんですけど、うん、そうもうみんなもそうだけど、もうみんなねその空間が大好きすぎて、もう全部言ってくれるやん全部言ってますよね、私が、本当ありがとう、ね、だってもうみんなも仲いいもんね、ワグ自体が、そう、あそう今日ね、みなちゃんのラジオにもしかしたら出るかもっていう話をメンバーにしたの、そしたらみんなで、うん、みんなでいいなっていう話してたから呼んで、あ、ね、いやいや本当ですよ、うん、ね、もう本当だったらもうみんな揃ってここに来てもらえたらめっちゃ、うん、めっちゃ嬉しいけど、うん、そうね、ね、だからそうどっかね3月8日までの間にどっか来れたらいいねって話は、うんうん、ね、してたんだけど、そうそうそう、うんうん、まあ、リハもいっぱいあるしね、まあね、そうだからもう万が一その8日までに、うん、そう会えばどっかでね、うん、そうみんな揃って来れたら、ね、期待だけはしておこう、うん、そうそう期待だけはしときましょう、うん、そう来れるかもしれないっていう、本当にそう、うん、ね、で、あのプライベートでも会ってね、いやもちろん私は待ってるよいつでもね、いやいやいや、うん、今忙しい、だってあれでしょ、お稽古中とかでしょ、そうお稽古中なんですよ、ほら絶賛お稽古中です、君だって忙しいじゃないかねえ、いやいやそう、なんだよなんだよ、ねえねえ、いやいや、てかでもね、あれなの、あの昨日発覚したんだけど、はいはい、あのミニャミとね、お今回その私が舞台出るあの主演の男の子がなんかちょっと知り合いみたいで、え、そうそうそうなのよ、田中のミニャミさん、小野健人くんっていう人なんですけど、はあ、
そう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 、ね、後で聞いとこ、ね、後で聞いてみて、うん、聞いとく聞いとくそうそうそう、私もびっくりして、うん、そう、なんかいろいろその、ま、今日ねまゆしも出てくれるし、うん、ってことで、うんうんうん、そういろいろ YouTube とかさまた曲とか聞いたりとかしてて、うん、そしたらそのなんかねみなみのみなみとなんかラジオで共演してたのかな、そうそうそう、みたいで、みたいで、みなみ、うん、ラジオやりすぎない？うん、いやめっちゃやってるよねそ, そうそうそう、それに出てたりとかでとかそんなことをや、うん、言ってたらもう39分ですよ、うわね、ちょっとあの吉岡さん告知の方をお願いします。はい、あ、はい、さっきも言いましたけど、3月8日に私たちウェイクアップガールズラストライブを埼玉スーパーアリーナでやります。あと、はい、それと最後のアルバムになるのが1月23日にウェイクアップベストメモリアルっていうのが出るんですよ。これ新曲4曲出るので、はい、よろしくお願いします。新曲4曲？そう、新曲4曲入ってるんです。おお、そう、豪華だね。というわけで私もそろそろ行かねばならないということなんです。はい、わかりました、うん、いやいやいや、ね、本当、いやいや忙しい中ありがとうございます。ちゃんと謝罪に行きますわ、ちゃんとスタジオに申し訳ない、ね、もう大爆笑なんで大丈夫です、ね、ありがとう、うん、頑張ってね、いやいや引き続き、うん、ありがとうございます。はい、ありがとう、はい、頑張って、じゃあね、はい、バイバイ。はい、という吉岡真由さんでした。いや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 、もう大阪からだったんだね。そう、いやいや、私なんかそのリハ中だけど大丈夫みたいなので連絡取ってたけど、まさか大阪だと思ってなくてね、まさかの大阪からのね、大阪と東京での電話のねつながりでしたけども、いやー、よかったですよ、つながって。もう極上スマイル中、あんなに陽気な楽しい曲の裏で私はそうどんだけ焦っていたかっていうもうまゆしが電話に出ない、まゆしが電話に出ないって裏で言ってて、もうみんなそんなことあるのか、今までないぞ、ざわざわみたいなとりあえず極上スマイルループで流そうみたいな、ループなんて今まであるか、いやないぞみたいな、もう新年早々もうバタバタですよ。いや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 、でもとりあえずね、でも言ったらね、タラレバですよ。そうね、タロットでね、キズヒコさんにも占ってもらって、いいカードも出まして、でマヨシーにもちゃんと電話つながってちゃんと話せまして、いやいやいや、ピコンってなりますわそりゃね。そう、いやいや、もう、いや、もう焦ったけど今だいぶ落ち着きましたので、早速まだ今日はちょっと1曲しか紹介できてないので、2曲目の紹介をね先にしたいと思います。でその、まあ、今その電話ゲストでまゆし話していただいたんですけども、そのまゆしとやった舞台ね、そのウェイクアップガールズっていう舞台の時に、私はそのまゆしのチーム のライバルチーム側としていろいろオーディションを受けてね、出演させていただいたんですけども、その時に歌った曲がありまして、ノックアウトっていう曲なんですけど、この曲をそのウェイクアップガールズさんが歌ってる、ね、バージョンがこの CD に入ってるのかな、そうそうそう、ね、ということでこれをねライブでも歌ってるので、はい、そちらの方を聴いていただきたいと思います。それではウェイクアップベスト3から、ノックアウト。
い、というわけでちょっと時間の関係ですけども任せていただきました、はい、聞いていただきましたノックアウトなんですけども、ウェイクアップベスト3に入ってるから、ウェイクアップガールズのみんなが歌ってるバージョンかと思いきや、なんか舞台版のノックアウトだったらしくね、私の声が入っててびっくりしましたそう、ライブの方ではね、このノックアウトをみんなが歌ってるみたいなので、はい、そういうのも含めてライブを楽しみに行ってみてもらえたらいいなと思います。はい、もうそんなね、バタバタで新年一発目のみんなラジオ始まりましたですか、いかがでしたでしょうかいやいやいや、まあ、それもみんなラジオらしいんじゃないかなと思っております。はい、そんなこんなでですね、こちら私の告知をさせていただきたいと思います。今日こちらに今フライヤーを持ってるんですけども、その前に、今日1月11日なんですけども、1月19日に以前こちらのねミナラジオの方に来ていただいたドスコイラッパーズさんというねラッパーの皆さんいたの覚えてます？覚えてます？おじさんラッパーのね皆さん、はい、にその、まあ、こちらのねラジオに来てもらったのをきっかけに、一緒にちょっとライブをするっていうまさかの展開になったんですけども、その1回目のライブが、12月の15日、去年の12月15日にあったんですけども、まさかの2回目も出てくれっていう風にオファーをいただきまして、そのライブが、今月の19日に、まさかの川崎のクラブチッターというね結構キャパが大きいところでやらせていただくことになりまして、1曲まるまる普通に私フィーチャリング、峰原由紀フィーチャリングということで1曲歌わせていただくので、皆さんお時間ありましたらぜひぜひ、夜じゃなくて今回は昼間みたいなので、はい、また詳細の方はちゃんと載せますので、お時間ありましたらぜひぜひ遊びに来てください。ということで、はい、こちらです。今私が手に持ってますフライヤー、はい、こちらですね、1月23日からの、舞台オムイズムボリューム2ということで、そのそのという作品が始まります。1月23日から1月26日ということで、下北沢タウンホールというところでやります。今回ちょっと23日から26日までの4日間なんですけども、ワンシチュエーションコメディということで、私はその主演の小野健人くんという方の、ちょっと奥さん役で出させていただくんですけども、そう、いや今もう稽古まだ4回目なんですけど、もう稽古場が常に笑いでもうずっと笑ってるっていう、そんな稽古場なんですけども、まあ、でも、もうボリューム2っていうことなんですけども、ボリューム1の方を私1回見させていただいて、去年9月にやってるんですけど、その時も笑いの中にちょっとやっぱりほんわかする瞬間があったりとか、最後結局なんかちょっとわ見てよかった、いいお話だったな、あんな散々笑ったけどみたいな、そういうワンシチュエーションコメディになってるので、はい、そちらの方もぜひぜひね来てもらえたらなって思います。はい、ということでもうあっという間に時間になってしまいました。はい、ということで、今年もみんなラジオの方よろしくお願いします。すみません、ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。